まあキラキラドンツもね、やってたことで、不要不活キラキラドンツもでも連打していけば、逆にこのね、この看板メニューができれば、逆にこう、人を集客しやすいんじゃないか。それでまあ1年に丼のライオンが4クロに変わると、はい、よく言われるのが写真と違うんじゃないかって、はい、逆にこの写真と違って、うん、違うことが逆に言えばその海に上がったものがねその旬で変わる、まあ、3月の丼と5月の丼で、うん、同じキラキラ丼の中でも中身が変わるってことが、はい、逆に言えば自分たちにとっては旬のものを提供できるってことですよね。だからそこの規定、例えば丼の定位っていうかね、大きさだったり、ウニの量だったり、その野菜の産地だったりっていうものを、やっぱりここにこだわる、地元にこだわるってことが、一つの、こうなんていうか、ステータスって言い方ちょっとあれですけど、田舎を売るんだっていうようなね、感じにできたらいいのかなと。やっぱり悩みの種は、地元の人間が少ない。買い物する。例えば魚屋さんにしてもやっぱ 30% くらいしかない。100人来て30人、ひどい時は20人。もともとやったら屋台村ってのがあるんですよ。300円とかの入場料で箸1本渡すんですよ。で11軒ですか、最高11軒の飲食店が屋台テント張って、でいくら食べても300円。でそう平日の夕方5時頃やるんですよ、わざと。結局仕事場をここに来てる学校の先生とか、うん、まあ、あの団体職員の方とかね、うん、そういう方でもここで、仕事はここでしてるけども、実際ここで食べようとか、ね、そういう方も結構いらっしゃるんですよね、銀行の方とかね。だかそういう人と、あとは地元の人もやっぱり、同級生と会ったとか友達と会ったとかね、そういうのがここに来ることによって、うん、和めるんであれば、ね、高いガソリン代をかけてくるんですから、美味しい魚を用意してね、丼になり定食を用意してますんで、ぜひ遊びに来てくださいっていうのが、ね、ですよね。